はいこんにちはシンプリーライフです今回は中島たけしさん著思いがけず利他こちらを紹介していきたいと思いますところであなたは合理的利他主義って言葉知っていますか以前田坂ひろさんのこちらの本の紹介動画で少しだけ解説したことがあるのですが簡単に言えば他人に尽くすことが自分の利益にもなるというような意味です 田坂さんは「利他主義と利己主義を対立するものとして捉えるのではなくそれらを深いところで結びつけ合理的利他主義へと次元上昇させることが重要だ」と書いています。 合理的利他主義は現在欧州最高の知性と呼ばれる思想家でありフランスの経済学者でもあるジャックアタリさんの考え方でコロナ危機の中で注目が集まりました自らが感染の脅威にさらされないためには他人の感染を確実に防ぐ必要があるつまり利他主義であることは引いては自分の利益となる利他主義は最善の合理的利己主義に他ならないというのがアタリさんの主張で 私は田坂さんの本を読んだことで自分に何のメリットもない中で利他的な行動を意図的に取ることはとても難しい気がしてしまうでも自分の利益となることが分かっているなら利他になれそうだなと合理的利他主義に深く納得し「合理的利他主義最高じゃん早速実践していこう!」と思っていました。 ですが本書「思いがけず利他」の中で著者の中島さんはこの合理的利他主義に対して利他って本当にそういうことなんでしょうかと大きなクエスチョンマークを投げかけているんです。 京都への旅でたまたま寄った一条寺駅でたまたま見かけた「K 文社」という本屋さんの看板を見てめちゃくちゃ疲れてたけどなぜかちょっと寄ってみようと思いあまたある本の中から面白そうと感じて購入した偶然が偶然を呼び手に取った本なのですがいやこの本に出会うことができて本当に良かったと思っています。 私の中に根付きつつあったリタに対する勘違いを晴らしその本質に気づかせ未確定な未来のために今を生きる勇気を与えてくれた素晴らしい本です。のの力の使い方方に興味がある方はもちろん仏教、神乱 ボランティア、落語料理の本質や時間の流れ幻覚幻聴などのちょっと不思議な話に興味がある方にはきっと刺さる内容なのでピンときた方は是非手に取って読んでいただきたいのですがここでは「本当のリタ」とは何なのかそれはどのように発揮されるものなのかについて順番に解説していきたいと思います。というわけで早速ですが結論から参りましょう。本当の利他とは何か。 結論は自我も意図もない彼方の世界からやってくるものです不思議系の匂いがプンプンするんですけど大丈夫ですかはい大丈夫です本書では一見不思議に思える話がすごくロジカルに説明されていたので安心してくださいというわけで今回の動画では 1. 親鸞の悪人正規 2. 私のボランティアはリタじゃない 3. 言葉は彼方からやってくる 4. リタが発動するメカニズム 5「偶然が運命に変わる瞬間」6「未来とは今である」の6つのポイントに沿って解説していきます最後まで見れば自分を超えた力の正体とその扱い方も分かっちゃいますそれではいってみましょうポイント1「親鸞の悪人将棋」 出家後20年間比叡山で修行し人間のどうしようもなさと徹底的に向き合った鎌倉時代の僧侶親鸞が説いた有名な概念「悪人正奇」は親鸞の死後弟子の唯円が書いた「単二章に明記されています。善人人名をををって王城を研ぐや悪人 ちょっと発音が合ってるかはわからないですがこれは善人人ででささえ救救わわれれるるのだからら悪人はなおさら救われるという意味です非常に誤解されやすい言葉のため当時はあえて犯罪を行う人まで出てきてしまったそうです悪人正棄の本当の意味を捉えるためにまず押さえておかなければならないのは悪人という言葉の意味その前に罪という言葉について知っておきましょう罪は英語で「クライム」と「ンという単語があります クライムというのは犯罪で他者を傷つけたり物を盗んだりすると捕まり法に従って処罰を受けますよねそれに対して真は存在すするこことと自体の罪の罪を言います私たちは毎日生き物を食べて生きている肉であろうと野菜であろうとそれらはすべて命を持っており私たち人間は何かを殺さなければ生きられない存在です 信頼は人間は生きることそのものに組み込まれた罪真に関わる悪から逃れることは決してできない。 とということを長年のの修行の中で深く認識しましまた人間は煩悩によってできていてだから欲望や怒りなどから解放されることがない常に迷いの中に生きていくしかないどうしようもない存在だけど阿弥陀仏はそんな人間の醜さを照らし出すその光によって自己の悪に自覚的になり反省的景気をつかむことができる仏の光に照らされた人間こそ救いを得ることができるというのが親鸞の悪人正気の考え方です。生きること そのものもに組み込まれた罪を背負っている人間煩悩によってできているどうしようもない存在である人間はその能力に決定的な限界があり自分の力ではどうにもできないことがたくさんある全ての人間は必ず死を迎える有限の命を与えられた生き物でありそういう意味で人間の本質は絶対的な無力であると親鸞は悟ります。 しかし人間の限界悪にに気づいいた時私た私ちに他力がやってくるというわけです自分の力を過信し自分を善人だと思っている人間は自力によって何でもできると思いがちですが自力の限界を見定め自分がどうしようもない人間だと自覚する人間には自己に対すするる反省的契機が存在するこの契機こそが「他力」の瞬間であり親鸞はこの時絶対的な仏の存在に照らされ深い反省とともに仏の 光に包まれると考えました私が言うのもなんなのですがこの考え方はとても理にかなっていると感じましたすべて自分がやったこと自分の力だけで生きていけると思うのは錯覚だし傲慢で視野が狭い考え方だと思いました当然の話ですがそもそも私一人ではこの3次元世界に生まれてくることすらないわけですし生まれたばかりの頃は一人では何もできない存在だった 今ののの自分があるのも様々な導きやご縁のおかげですでも私はそういうことをすっかり忘れて自自分の力力でで生きてててていいいいるるる立っと勘違いしし日々を暮らしているおそらく今までこのマインドのせいで「他力をはねのけたり他力を自力」と勘違いして謙虚さを失ったりしてきたのでしょう。とにかく振り返ってみて「自力でできたことの範囲はとてつもなく小さく」「他力によって生かされてきた範囲はとてつもなく大きいことが分かりました」。 ポイント2私のボランティアはリタじゃない私事ですが東日本大震災が発生した後宮城県の七ヶ浜町にボランティア活動をしに行ったことがありました。 他にも、西日本豪雨災害ボランティアで広島へ行ったり、台風19号で長野県のちく川が決壊した時も、長野市にボランティアしに行きました。正直に言えば、ボランティアという誰から見ても善と思われる行為を隠れ身のにして、良いことをしたい、褒められたい、自分の目で現場を見ておきたい、などの自分の欲望を満たすための行動だったように思います。 でもそれで困っている人が少しでも助かるならいいんじゃないのという言い訳もできますがこれが利他なのかというとそうではないと思えてきました親鸞は慈悲つまり利他の問題を衝動の慈悲浄土の慈悲という2つの側面から考えました衝動の慈悲とはいいことをしよういい人になろうかわいそうだから施しをしようというようなもので自力に基づく利他と言えます浄土の慈悲とは他力に基づく利他です 自分はどうしようもない人間で本質的な悪から逃れることのできない存在であると自覚することで自力を超えた他力の働きかけがやってくる。 という考え方です自力に基づくリタは自分のののの力を過信ししした上でででで行為ああありり一時的で徹底しないもももどうしても限界があるものですまたこれは私の解釈ですが自力に頼るリタは自我によるリタ意図したリタとも言えそうでこうしたらどうかこれなら良くなるんじゃないかとあれやこれややってあげた結果相手が満足していないとこんなに尽くしているのに全然変わってくれないというような気持ちになる可能性もある。 一方で他力に基づく利他というのは自分はどうしようもない人間であり本質的な悪から逃れることのできない存在であると深く自覚した上で起こる行為でありそこには自我も意図もなくなぜかわからないけれど起こった行動とも言えそうです。本書の著者、中島さんは、 人間が行う利他的行為はこの他力が宿った時に行われるものです意思的な力イコール自力を超えてオートマティカルに行われるもの止まらないものどうしようもないものあちら側からやってくる不可抗力なのですと書いています私のボランティアの経験に照らしてみると私の行動の起点には自我があり意図があったことは間違いありません素直に利他に見える利己的な行為だったと言えます それを認めることができたおかげでなんかちょっとすっきりしました今はあの時の行動に対する後悔も自分を責める気持ちも感じませんむしろ恐ろしいのは利己的な利他に気づかないことそして気づくチャンスを逃してしまうこと利他であると言い張ってしまうことだと思いましたポイント3言葉は彼方からやってくる 先ほど利他的行為とは意思的な力イコール自力を超えてオートマティカルに行われるもの止まらないものどうしようもないものあちら側からやってくる不可抗力というお話がありました。人間のの自力ではどううしよももないもの という話は今まで何度もご紹介してきた心理学者瀬尾武治さんが提唱する心理学的決定論と同じことを言っていますしあちら側からやってくる不可抗力というのは前回の動画でも紹介した哲学者シモーヌ・ベイユが言っている重力や神の恩調そして最先端科学が示唆するところの宇宙の外側五次元時空間重力の見外に届く物質の話と重なる感じがしています。これれにに関連する話で本書に書かれていたと とても興味深いと感じたヒンディー語の予角構文について紹介させてくださいヒンディー語は日本語と語順が概ね同じで日本人にとっては比較的習得しやすいのですがその中で初心者が必ずつまずく文法が予角構文なのだそうです多くの場合私は会社員ですとか私がやりますなど日本語と同じように主語を何々は何々が 表現するんでするでが例えば日本語で「私は嬉しい」というところヒンディー語では「私に嬉しさがとどまっている」という言い方をする「風邪をひいた」も同様で「私に風がとどまっている」という言い方をするそうでこの主語を「に」で表現する構文を予覚構文と言いますではどんな時に予覚を使うのかというと自分の意思や力が及ばない現象については予覚を使うとなっているそうなんです。 つまり自分の行為や感情が不可抗力によって作動する場合ヒンディー語では「予覚」を使うことになっているということ風邪をひこうと思ってひく人はいないでしょうし嬉しい悲しいという感情も私の意思によってコントロールしているわけではなく自のずと湧き上がってくるもの。 感動して涙がこみ上げてきた嬉しくて思わず笑顔になっていた怒りや恥ずかしさで顔が真っ赤になったりすることをコントロールするのは難しく自分の意思を超えた行為です著者の中島さんは外国語大学でヒンディー語を学んでいたのですがその時なるほどと思ったのが愛の表現だったそうですヒンディー語では私はあなたを愛しているというように主格を使うこともあれば私にあなたへの愛がやってきてとどまっていると予覚を使う表現もある あなたのことを愛そうと思って愛したのではなくあなたへの愛がやってきたんだ不可抗力なんだどうしようもないんだということでこれは自力を超えた力学あちら側からやってくる力だと言っているのではないでしょうかそしてさらに言葉は彼方からやってくるという話中島さんがインド政治を研究するために現地調査をした時ヒンディー語を話し出した中島さんに対して現地の彼らは驚きヒンディー語ができるのかと尋ねました この時インド人の多くは予覚を使ったそうです直訳するとあなたにヒンディー語がやってきてとどまっているのか中島様その時のことを振り返りここには重要な思想が含まれているのではないかと気づきます以下本書より異様です言葉が私にやってきてとどまっているだとすると言葉はどこからやってきたのでしょうかそれはおそらく過去でありその先にあるカナダでしょうインド人の感覚で言えば神ということになります 私が言葉を所有しているのではない言葉は私の能力ではない私は言葉の器である言葉は私に宿りまた次の世代に宿る私がいなくなっても言葉は器を変えて継承されていくそんな風に捉えられているのですこのことを理解した時「予覚」という文法構造が持つ深遠な思想に強く引き付けられました。 そしてここに主覚では捉えきれない理他の構造について重要な示唆を与えてくれる存在論認識論があるのではないかと思いました引用終わりはいここまでのことをひとまず整理してみましょう 親鸞は人間は生きることそのものに組み込まれた罪に関わる悪から逃れることは決してできないということを見つめ全ての人間は必ず死を迎えるそういう意味で人間の本質は絶対的な無力であるという視点に立てる人。 つまり自力の限界を見定め自分がどうしようもない人間だと自覚する人間には自己に対すするる反省的契機が存在するこの契機こそが「他力」の瞬間であり親鸞はこの時絶対的な仏の存在に照らされ深い反省とともに仏の光に包まれると考えました。 自力に基づくリタは、自分の力を過信した上での行為であり、一時的で徹底しないものであり、どうしても限界があるものです。自我によるリタ、意図したリタとも言えそうで、あれやこれややってあげた結果、相手が満足していないとこんなに尽くしているのに全然変わってくれないというような気持ちになる可能性もある。 一方で他力に基づく利他というのは自分はどうしようもない人間であり本質的な悪から逃れることのできない存在であると深く自覚した上で起こる行為でありそこには自我も意図もなくなぜかわからないけれど起こった行動とも言えそうです。 本書の著者中島さんは人間がが行行行う利他的行為はこのの宿った時に行われるものです意思的な力イコール自力を超えてオートマティカルに行われるもの止まらないものどうしようもないものあちら側からやってくる不可抗力なのですと言っています。 ここで私が行っているリタは自力から来るものか他力から来るものかを問い見極める目が重要になってきますがそのヒントはヒンディー語の予覚構文にありそうですヒンディー語では「私はあなたを愛している」というのを「私にあなたへの愛がやってきてとどまっている」と表現することもあるそうですあなたのことを愛そうと思って愛したのではなく「あなたへの愛がやってきたんだ」不可抗力なんだ どうしようもないんだということでこれは自力を超えた力学あちら側からやってくる力だと言っているのではないでしょうか私の意思によってコントロールしているわけではなく自ずと湧き上がってくるもの自分の外側からやってくる力なんてあるのかと思っていましたが実はこれまで何度も体験してきたことでした ここまでのお話でこの予覚の力によって行われる「リタ」「他力」に基づく「リタ」「私」という主体の外側にある彼方から流れてくる「リタ」こそが本当の「リタ」なのかもしれないなぁと思いつつもまだちょっと弱い感じがしています。次回は「驚き深い納得があった」「リタが発動するメカニズム」の話からやはり時間は未来から過去へと流れているんじゃないかというお話をしたいと思っています。 今回も最後まで見ていただきありがとうございましたそれではまた